カコミスルは、ネコモクアライグマかカコミスル族に属する、哺乳類の一種で、北米の乾燥地帯を原産とする。カコミスルという名称は、ナワトル語のドラハカミストリーを語源とする。英語では、キャカミイッセルは、むしろ同族一種のクロワシカコミスルを指すことが多く、一般的には、リンテイルと呼ばれるほか、リンテイルキャット、リング、デイルドキャット、マイナー、エスキャットとも呼ばれる。 またしべキャットと誤解されて呼ばれることもある。単行褐色から脳褐色で株が白い体色で14から16畳の鮮やかな黒白の縞模様の尾を有する尾は体よりも長い。爪は短くまっすぐで半分引っ込めることができる。目は大きく紫色で名色の毛皮の縁に囲まれる。猫よりも小さく体長30から42センチメートル。 尾の長さ31から44センチメートルで体重0.8から1.5キログラム。毛皮目的に刈られるが特に価値があるわけではない。かかとの関節は柔軟で180度以上回転させることができ、この特徴によって素早い投反能力が備わっている。大きな尾によって狭い足場でもバランスを取り、側転で方向転換も可能にする。また、 二つの壁の間に突っ張って登ったり、より広い割れ目では、両側の壁の間を飛び跳ねて登ることもできる。アリゾナ州フェニックスの囲みするカリフォルニア、コロラド、カンザス東部、オクラホマ、オレゴン、アリゾナ、ニューメキシコ、ネバダ南部、テキサス、ユタ及び北部及び中部メキシコ全域に見られる。クロアシカみするとは、メキシコのゲレロ、オアハカ、 ベラクルスの各州で分布が重なる。グレートベースン砂漠やソノラ砂漠などの砂漠に生息。貸しの渓谷地帯、洞窟、坑道といった水場に近い岩石地帯を好み、木の洞や破棄された木製の建造物に住み着く。アリゾナ州では、州中に指定されている。交尾は春に行われる。妊娠期間は45から50日。その間オスは、メスのために餌を取ってくる。 一回の出産で2から4匹の子が生まれる。幼獣は1ヶ月で目が開き、4ヶ月で自力で狩りをするようになる。生成塾は10ヶ月。野生での寿命は約7年。アリゾナ州フェニックスの囲みする人慣れしやすく、愛玩動物や優秀なネズミ捕りとなりうる。甲府が小屋の害中、ネズミ駆除のために飼育したため、マイナー、エスキャットという属称がある。 ウィキメディアコモンズには、囲みするに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。